セレベスツカツクリは、超高期樹目、ツカツクリかセレベスツカツクリ属に分類される鳥類。本種のみで、セレベスツカツクリ属を構成する。インドネシア固有種全長55から60センチメートル。翌十27.9から30センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。オハは長く、オハの数は18枚。全身の歯衣は黒や暗褐色。腹部から、 おばき部の仮面にかけての歯衣はピンクがかった白。お歯は緑色の光沢がある黒。顔には羽毛がなく、高褐色の皮膚が露出する。目の周囲は黄身を帯びたピンク色。口頭には骨質の突起がある。くちばしはやや長くて太い。くちばしの色彩は黄色みを帯びたピンク色。上、くちばしき部は赤活色。人間でいう足の光全部は、 網目状に、鱗が並ぶ。あとの爪は小型。胞子は、泡灰色や、海国色で、あとは、黄色が狩る。幼鳥は口頭に、個室の突起がない。標高線2 0 0メートル以下の森林などに生息する。ペアで生活する。繁殖形態は乱生。ペアは一生解消されない。集団繁殖することもあり、複数のペアが同じ穴に卵を産むこともある。 メスは森林の臨床や砂浜、水辺などに深さ90から120センチメートルの穴を掘って卵を産む。地熱や太陽熱によって卵を孵化させる。開発による生息地の破壊、卵の乱獲などにより生息数は減少している。1930年に成長やヒナの捕獲が禁止され、1970年に法的に保護の対象とされた。 一方で地域によっては政府が現地の住民に卵の採集を許可したり卵の密漁が行われている。スラウェシ島での1978年における生息数は5000から1万は1985から1991年における生息数は沿岸部に335から740ペア、内陸部に約2000ペアと推定されている。ありがとうございます。